赤い毒々しいまでに赤いバラたちが舞い上がる。全てを殺す毒の光景をにじませて、創魚宮より教皇の前へ続くこの道に敷き詰めた毒バラ、デモンローズの園、私の体に流れる血さえ猛毒に染めたこの毒バラたちだけが我が生涯の友。幼い日の記憶が始まった時からずっとそうだった。私にとって世界に存在するものはただ私と毒バラ、そしてルゴニス先生、あなただけだった。来たか、アルバフィカ。は、教皇。ピスケスのアルバフィカ、ただいま。お前を呼んだのは他でもない、ここよりそう遠くない西の空、エーゲ海の海上に強星が一つ輝いた。強星、不穏の兆し。まさかスペクターが。おそらくは。アルバフィカ、お前なら聞いたことがあろう。このサンクチュアリも利用する薬師の島を。薬師の島、確かそこにはあらゆる怪我、難病も癒す薬草や技術が集まると。さよう。島を失えばサンクチュアリのみならず近隣の者たちにも影響が出よう。だとすると、あの小さなロドリオ村も。アルバフィカ、直ちに薬師の島へ赴くのだ。は。時にアルバフィカ。何か。いや、お前のデモンローズは今日もよく咲いていると思っただけよ。ご安心を。私が不在の間もこの教皇の間には何人たりとも近づけさせません。そうか、心して行くがよい。は。シオン、白陽球通らせてもらうぞ。アルバフィカ、任務か。お前には関係のないことだ。おい、待て、待たないか。私に触れるなと何度言えばわかる。私がお前の血を恐れぬからだ。なぜそんなにも自らの血を忌み嫌う。お前なら猛毒と化した己の血を愛おしむことができるか。だが私は己の忌まわしい宿命を全うするより他はない。それにしても任務とは何なのだ。西の空に見慣れない星が昇ったようだが、まさかあの方角へ。お前には関係ないと言ったはずだ。あの星からはどこか異様な禍々しさを感じる。胸騒ぎがするのだ。無論お前の実力は認めているが。もう行っていいか。アルバフィカ、お前が何と言おうと私は無事を祈っている。12人のゴールドセイントの一人、いや、それ以前に友としてな。忘れるんじゃないぞ。友としてか。シオン、お前は純真でまっすぐな男だ。何度言ってもこの私に近づいてくる。だがこの血が私の体を流れる限り、私は誰とも触れ合うわけにはいかない。もう誰も死なせたくはない。この恐ろしい血がまた誰かを奪うなど。アルバフィカ先生、私はもう決してあの時のような思いは。
西の空に昇るあの恐星。とにかく今はあの恐星の不穏なきらめきを沈めなければ。教皇、なぜアルバヒカを西へ向かわせたのです？シオンか、お前も気づいていよう。強制が輝いたのだ。ですが、なぜアルバヒカを？彼はサンクチュアリ12級のうち最後の級である創業級を守護するコールドセイント。強制一つ沈める任務ならば第一級白陽級を守護するこのシオンにお任せくださっても。友情に熱い男よ、お前は。この度登った強制には妙な禍々しさがある。ただのスペクター討伐では済まないかもしれぬ。またお前も感じておるのだろう、アルバフィカのコスモは今揺らいでおる。それが何故にかは当人にしか知り得ぬが、だからお前が行くというのであろう。そこまで分かっていらっしゃるなら、なぜアルバヒカを？だからこそ行かせたのだ。毒に縁のあるアルバフィカが向かった先は、彼にとって最も縁遠い、解毒の薬草豊かな薬師の島。そこで彼は何と向き合い、何を得るのか。薬師の島とは皮肉な。随分過酷な試練を強いるのですね。だが乗り越えてもらわねばならんのだ。己自身の力で、来たるべき聖戦を迎える前に。それが、ピスケスのゴールドセイントに課せられた使命ですか。アルバフィカなら必ず乗り越えるであろう。